メッセンジャー今シーズンヒット2本放っています。おとといの3連戦の頭ですかの時の試合前にも先発ピッチャーのこのメッセンジャーやスタンリッチが打撃練習前にこの甲子園球場のグラウンドを使ってバッティング練習を行っていました。